ろしくお願いします。それがお仕事の合間に今晩のおかずを買おうと思ったんですけども、ちょうどタイムセール中でして、近所の主婦さんたちの間でもみくちゃに。はい、何度も人波に流されてくたくたになってしまいました。ちゃんとお目当ての食材は買えたんですよ。じゃーん、今夜は豆腐ハンバーグとかぼちゃの煮付けです。奥さんたちに一歩も引かず頑張った甲斐がありました。ございます。ちょっとはしたなかったですね。でも頭を撫でてもらうとなんだか安心しちゃいますね。私が席を外している間に応接室に忍び込んで
私のウサちゃんに指一本でも触ったらただじゃ置かないんだから。かわいい？ほう、まあ私のかわいいウサちゃんを思わず手に取ってみたくなっちゃう気持ちはわからないでもないけど、ちょうだい。けどまあ時々だったらウサちゃんのお耳をふかふかすることを許してあげてもいいわ。その時は必ずイオリちゃんの許可を得るのよ。わかったわね。私も行ってきますね。途中で買い物もしましょう。後悔のないように。じゃあね。はーい、頑張ります。アイドル諸君は皆生き生きと活動しているようだね。これも彼あってのことかな。そうですね。それも社長のご指導の賜物じゃないですか。いやいや、もっぱら彼の才能と手腕によるものだ。彼とアイドル諸君の今後が実に楽しみだね。はい、私も応援のしがいがあります。
おはようございます、プロデューサー。録画しておいて続きは別の日に見るんですけど、いえ面白くなかったんです。ホラー映画だったんです。それもゾンビで内臓がぐちょぐちょなんです。私そういうの本当に苦手で、それで、恥ずかしながら、それで結局最後まで見ちゃいましたけど、でも決して面白かったわけでは。そういうわけで今朝は8時間しか寝られなかったんです。おかげでうつらうつらしてしまって、寝られる時は夜9時にはお布団に入ってます。もちろんもっと遅い時もありますよ。いずれあんたは私を世界に向けて売り出さないといけないんだから。
今のうちに英語くらいマスターしておきなさいよね。だったら新しい罰ゲームだからね。困った